おはようございます。たまです。学園ヘブンやっていきましょう。ちょっとね、またちょっとだけ間が空いちゃったんで、どんな話やったかななんていうのをちょっと私自身が振り返るのにですね。あれですね。王様がサンバカと戦って、で、ケイタ君と中島さんがね、なんとなくこう、ケイタ君的にはね、あんなことしたのにって言って、こう、気まずい感じなんですけど、まあ、その後、久我沼さんに、お前なんか学校クビやーって言われて、ピエンピエンってなったケイタ君が、なのに中島さんを頼ろうとしてしまうって、ね、どうしたの？僕どうしたの？みたいな感じになってましたよね。それで、中島さんが、登校するときにね、しょんぼりしてる啓太君の迎えに来てくれたのかしらみたいな感じでね、学校に行くのにちょっと付き合ってくれて、お優しい一面があるのかなとかっていうので、ちょっと揺れてた感じでしたね。まあ、あれですよね。あれですよね。とか言って悟ったこと言っちゃダメなんだけど。この人ちょっと、なんか、あかんのんちゃうっていうのが見えるじゃないですか。その後、なんかその人の優しい一面とかが見えちゃうじゃないですか。で、よくまあほら、二次元とかはね、二次元とか、まあ、それをギャップって言うんですけど、ギャップ萌えみたいな、ギャップって言うけど、リアルだとね、ちょっと、あかんのんちゃうんっていうのが見えたらね、やめといた方がいい。やめといた方がいい、そこは。なんか。でもいいとこもあるし、みたいなね。悪い人ではないし、みたいなのね。でね、こうまあほら、ちょっとこう、よく見たいと思って思い直しちゃうよりも、あれちょっとあかんのんちゃうっていうちょっと引くもんがあった場合ね、リアルだとね、やめといた方がいい。まあ、これはゲームなんでね。ゲームの世界なので。まあ、ギャップ萌えということでやっていきましょう。それでは、今、和樹さんが追いけたってね、いなかったんでね。はーい。なんだよ、カズキ。聞いたぞ、昨日のこと。理事会から退学勧告くらったっちょって？とかっ飛ばそうかな、じゃあ。ほいほい。そうそう、ここがね、いつも人が変わるんで、未読になってるんで、止まるんですが。なんで？ってなるよね。ちょうど寮の食堂で会えたから、中島さんだけじゃなくて王様たちも相談に乗ってくれこて。れってでもまああれですもんね。和樹さんは、そのケイタ君がいたずらされたのを知らないから、まあ、普通に受け入れて聞くのかな。あ、やっぱり。そうか、大変だったんだな。飛ばすよ。はい。これでよこしの辺あれなんですよね。ほぼほぼ飛ばしても OK やったかもしれないね。メール出さんかーいってやつだと。ね。まあいいや、とにかく早くこのメールをあ、送そっらなきか。ゃ。それで久我沼さんにまた意地悪言われるんですよね。あ、今度中島さんがじゃあかばいに来てくれるっていうのが今私、すっかり忘れてるんで、ちょっと想像がつかないね。楽しみ。こんなところで何ねをしちてねいる？ち、ねちねち。ねちねちね、いつもね、飛ばしたいんだけど、一応ね、この、まだいたの助か。けてもらう時の感動をね、味わいたいのでね、このねちねちは毎回聞きます。こまあれすぐね。に出ていけと言われてもできるものではないだろうからな。こちらもそれが分かっているから1ヶ月の猶予を与えてやったんだ。久我沼さんでもね、声いいんですよ。俺。どうだ、少しは荷物は片付いたのか。1ヶ月なんてあっという間だからな。その間この学園の授業は受けさせてやるのだから、放課後や休日は遊んだりせずちゃんと出ていく準備をするんだな。でしたっけ？もう私すんごいね、記憶力ないね。久我沼さんのこのセリフ前からこんなんやったと思って。ちょっと待ってください。
なんだ？まさかまだ何か文句があるとでも言うのか？お前のようなどこにでもいるような生徒を1ヶ月も置いてやるんだぞ。それ以上欲を出すのはどうかと思うがな。これやっぱり中島さんしようかな。小川沼さんのイビリも。でも俺やめません。なんだと？あの、俺はこの学園を辞めることに同意なんかしていません。友達だってみんなその必要はないって言ってくれたし。そんなものはただの慰めだろう。だいたいこの学園が選んで入学させた優秀な生徒と間違いで入ってきたお前とが友達だと？もう少し冷静に考えてみたらどうなんだ。これだからバカなやつは困る。自分の立場すら理解できないのだからな。そんな。伊藤来ましたね。優しいバージョンが来ましたよ。そこにいたのか、伊藤。中島さん。探したぞ。君に話したいことがあった。中島君、人の話の最中になんだね。あ、すみません、副理事。俺も彼に大事な話があったもので。彼は優秀でしてね。生徒会の仕事もよく手伝ってくれるんですよ。生徒会？生徒会とは仲悪いんだっけ？なんか理事会とかで。なるほどな。サヨンジさんたちとはちょっとリアクションが違うのね。普段から好き勝手ばかりしていると思っていたが、そういう出来の悪い生徒を手なずけて周りを固めていたというわけか。な。だがあいにくだったな。そいつはすぐにうちの生徒じゃなくなるぞ。大体。別に手なずけているつもりはありませんよ。それに手なずけ方でしたら副理事にはかないませんしね。お噂は常々耳にいたしますよ。見習いたいものです。わあ確かね、うん、久我沼さんってね、滝くんのルートで絡みがあったと思うんですよね。そんで、もう一人のなんだっけ、もう一人の人、ケイタくんを誘拐した人、あの人が海野ちゃんとの絡みじゃなかったかな。やっぱりね、あの滝くんって中島さんに対してちょっとビクついてるのはなんか肌で察してたんだなっていう描写が入ってるなってプレイしながらねずっと思ってたんですよ、ね、だからここで見習いたいものですってね、ド S 同士がなんかね、ほら何を行くぞ、伊藤。あの待ちたまえ。結構食い下がる。まだ何か彼に用でも。小川沼さんが食い下がる。それでは俺たちはこれで失礼します。行くぞ。あ、はい。くそ、生徒の分際で歴代一番ムキーってなってるね、久我沼さんね。久我沼さんちょっとね、なんか愛着が出てきたね。ここをいつも見てるからね。可愛らしい見えてきたね、だんだん。で、こうやって、いい人なのかもってね、ちらちら思うかもしれへんけど、ん？っていうようなね、一面がある人の場合ね、このいいとこよりね、んっていう、ちょっとおかしないっていう、引いた部分の方を重要視して、お別れした方がいいと思います。私はね。うん。ほら、これあかんのよ。あかんのよっていうか。これね、ダメなのよ。この思考ダメなのよ。ダメです。二次元はね、いいけどね。悪い人じゃ、ないのかもって、こう、ほら、優しい時もあるのよ、みたいなのってね、ダメですよ。うん、ダメダメ。ずっと優しい人じゃないとダメですよ。ほら
ら、もうこれさ、ケイタ君あかん、これはあかんで。やめとき。これね、こういうのね、もう友達やったらさ、絶対あかんから、もうその人絶対あかんからって言ってさ、やめといた方がいいと思うとかって言うやん。言ったらな、言った方が悪者にされんねん、こういうのな。そうそう。そうなの。で、結局はやっぱりね、あのね、聞く耳を持ってもらえなくなるパターンなのよね。だから私が、まあ、背後霊の私がね、ケタ君やめとき、あの人ちょっとやばいからやめときって言ってもね、もうあかんねん、この理由があったのかもとかさ、好きやったんかな、私のこととかなんてまうんよね。ほら、もうダメなパターンやん。あ、なんか、うん、こういうのね、やっぱりね、中島さん怖い怖いってね、一番最初にプレイした時にもね、思った印象があるんですよね。こういうのやな。こういうのやな。うんうん。あかんで。あの、で、中島さん好きな方。聞いてたらごめんなさい。あの、二次元では全然ね、こういうのも楽しむね。いろんなパターンの人がいて、楽しむんですけどね。ほら、もうほら、ちょっと助けてもらったらさ。なんだ？あの、ありがとうございました。俺、本当に助かりました。昨日は相談に乗ってもらったし、今朝だって俺にいろいろと言ってくれて。あれ、俺のことを心配して、それで忠告してくれたんですよね。このパターンだとちょっと冷たいことでもまた放ちそうな気がするね。伊藤、君は…ほら。はい。夏来そうになったらね、ピシャって言いそう。今もしかしたら、俺がいいやつかもしれない、と思わなかった。また怒られちゃうよ。それは…信用しすぎって。久我沼に絡まれていたら助けてくれた。もしかしたら中島さんはいい人なのかも、と。だとしたらどうなんですか？安易だな。あ、また傷つけられちゃうよ。さっき俺が声をかけたのは、別に君を助けようと思ってそうしたわけじゃないかもしれないぞ。そんな、それじゃどうして。さ、どうしてだろうな。めんどくさいな。中島さんはめんどくさい人やな。今生徒会ではお前の退学問題に関して理事会へ正式に提訴する準備をしている。もちろん昨日の一件を受けてな。あ、そうか、先に教えてくれるんだね。提訴ですか？演説するのね。ああ、そんな時に当事者のお前と久我沼が話をしている現場を見つけた。そこをつけば何かこちらに有益な情報が引き出せるかもしれない。あいつはいい年をして頭に血が上りやすいやつだ。こっちなのかしらね、久我沼さん。こればっかり言っちゃうけど、わしって言うからな、あの人。副会長の俺がそう考えるのは自然なことだと思わないか。生徒会のためであって、ましてや何の得にもならないお前を助ける慈善事業をしたと考えるよりはな。中島さん、君がどう思っているのかは知らないが、世の中の人間はそう損得なしで動くものじゃない。でも、俺のことが分からない。ケイタ君は顔に出てるんやね。
あ、なんか素直にもう、はい、はいってなってる。そうか。あの、なんだ。黙っていたら俺が何かヒントでも言うと思っているのか。え、少しは自分で考えろ。それぐらいの頭はあるだろ。中島さん、それってどういうことですか？答えはお前自身が持っているはずだ。俺か？あるよね、こう物語の中の人たちはさ、なんかさ、考えるな、感じろって言うてみたり、考えろって言うてみたり、その時その時でね、こういう風にね、主人公はね、簡単に分かってしまった振り回されるね、つまらないからな。ま、せいぜい悩めよ。あのね、中島さんもね、もっとね、自分が文章で読むときね、クールに読んでたんですよね。親方様と思ってるからかもしれないんだけどさ、ちょっと実際喋るとそこに声の抑揚にちょっと優しさも入ってますよね。なんかね、もっと冷たくね喋るのかなと思ったんですけど。いっちゃ、さっきならタで戻ってくるんですけど、チリンチリンって。さすがに中島さんはチリンチリンって戻ってけえへんか。ああ、それか。あ、戻ってきた。戻ってきたし。いや、戻ってくる流れやなとは思ったんですよ。あの、行っちゃってで、ターで戻ってくると思っ、流れだとは思ったんだけど、本当に戻ってくるとは思わなかった。すごいすごい。戻ってきたよ。いつまでもそんな無防備な顔をしていると、つけ込まれるぞ。あれよね、もう、なんやろ。ある意味、無防備すぎて、ちょっといじめながらも、それを教えとかな、なんか別の男たちに、つけ込まれてね、あの、押し倒されるって中島さん思ってるから、こんな風な態度になってるのかもしれないですね。またいじめたくなる。ほらね、他の人がね、手出してくるのでね。あー、なるほどね。ね。まさか、さっきのなんか戻ってきたのが笑ってしまった。じゃあな。あかん。ちょっと中島さんってね、そういうね、あの、なんか笑かしの隙がないと思ってたら意外とあったことに おかしくなった今。バイバイ。今度こそ、今度こそバイバイね。あ、やばい、この、あ、ケイタ君もなんか。ケイタ君もちょっと若干突っ込んでるし。これあれですもんね。あの、天丼になってますよね、やっぱ滝くんとね。なんかね、ちょっと中島さんでね、これをやるっていうのがすごいね、ちょっとね、ユーモアをね、入れてるんですよね。意図的にね、この今度こそって言い方とかね、面白かった。素晴らしいな。ほんまやで。面白かったわ。中島さんにはそんなにね、なんか、あのほら、そういうことをね、仕掛けてくる時のその強引さとか、その無茶ぶりに笑う部分はあったとしても、ほら、中島さんはあれはあれで本気でやってるから、そんなにね、笑かしてこう、かかられてることってないのかなと思ってたんですよ。なんかこうね、面白かった。あとね、あのシナリオの方のね、ユーモアがぶっ込まれてる。いや、結構、あの、意外とな、ちょっと面白みのある人やねん、きっとな。中島さんは見えて関西の人かもしれないね。うん。
こうね、滝くんをリクスペクトしてね、ちょっとチリンチリンと同じように戻ってきてくれたりとかしてるのはね、意外とこうね、こう坂本ですがのね、坂本くんみたいなユーモアセンスを持ってる人なのかもしれません。面白い人なんでしょう、うん、面白かったから、うん、何もう嫌いになれないよってやつかな。キュンキュンしてる。キュンキュンしてるよ。ピロリーン飛ばしちゃうね。はい、ご飯食べるときのかな。中島さんまた選ぶのかな。ここでまたね、中島さんとご飯食べようってね。結構混んでるけど誰かいないかな。のぞつまるやんって思うんですけど。はい、中島さんにねでも行きますね。何食べてんのかなってね。ここねメニュー出ないんですよね、このシーンね。それぞれ肉を食べてるのか魚を食べてるのかとかも気になっちゃってるんですけど。あ、やめたってしても声かけてくれんのかな。うん、見つかっちゃうけ。うん、ここが空いてるとこか、吸収してくるかな。いいで。あ、王様が。どうした、ぼーっと突っ立って。お前らしくないな。恋しちゃってるからね、中島さんも。いや、なんでもない。あ、へえ、食べないんだ。おお、これ新鮮新鮮。聞いてみてあれなんだね。ちょっと気になっちゃうんだね。ね、去ることでね、帰って。ちょっといいじゃん、さっきのやつ。中島さんがいい感じでしたね。行かないことでね、気を引いてるね。うん、飛ばそうかな。ビューン。ケイタくんが天然で駆け引きをしたね、さっきね。朝か。ここね、また一気にかっ飛ばす。何があるんだろうのかな。あれだもんね、飛ばしますね、呼ばれて。飛ばしちゃおう飛ばしちゃおう。クマちゃんのとこですから。華麗に飛ばしましょう。中島さん喋るかな。止まると思うんだけど。もうここまでいくとこう数々の元彼たちが。このね下り全編飛ばしてもいいんだけど、クマちゃんのとこに。はい、大変なことになっちゃいました。誰とコンビを組むかのところですね。で、中島さんを選んじゃうというね。ケータ、お前何百面相やってるんだよ。百面相。そう、百面相。見てて面白かったけどな。ひどいなあ。なあカズキ、俺学園 MVP 戦に出ようと思うんだ。なるほど、それで自分に気合を入れてたんだ。あれかな。そういうこと。俺頑張るよ、絶対に優勝して
この学園に残ってみせる。そうだな、せっかく理事長がお前にくれたチャンスなんだから生かさなくちゃな。王様と出るんじゃないとか。カズキもやっぱりそう思う？当たり前だろ。そうでなきゃいくらなんでも学園 MVP 制なんていきなり始めるはずがないからな。でも大変だぞ。意外と長かったこのやりとり。そりゃそうさ、 MVP 戦に出るのはケータだけじゃないんだぜ。いやはい、中島さん選んでみましょう。どうして選んじゃうんだろう、どうしてって思いながら選びましょう。俺中島さんに頼んでみようと思うんだ。爽やかに言うた。副会長？あ、それだけで？え？頼むのにもう日が暮れてる。いかがわしさまんまだね。むむ、まんまむむ。この パターンを繰り返しながら中島さんに近づいていくという。そこに愛があるんやろうな。うん、そうなるとあれですかね、もうなんか一番最初の生徒会室で王様と一緒の立ち絵があった時に会った時からもうなんかこうタイプだったとしか考えられないよね。頭が良くて頼れそうでって、多分こうビジュアル的なこうねメガネフェチとかで啓太くんがなんかもう一番最初の見た目からちょっとハマってて、そんで変なことされてもこういやちょっと優しいはずとかちょっといいはずとかこうね見た目が好きすぎてかな、多分こうビジュアルがすごいタイプなのかもしれないよ、この生まれ変わった啓太くんにとって中島さんは。うん、頼る気満々やな。なんかきっとこう一番最初のね見た時にタイプだったのかもしれない、この啓太くん。啓太くんはねあのたくさんいるんでね。好きあるよね、ケンタ君にもね。こんな夜にのこのことさ、部屋行ってさ、ほら、もう何されてもおかしくないシチュエーションを自ら作ってるよね。全然覚えてないわ、こんな。みんなのパターンと違うパターン用意されてるキャラクターってね、意外と覚えてそうなもんなのに、覚えてなかった。ご飯一緒に食べないのも覚えてなかった。あ、いないよ。うん。あ、なんか月をバックにしたあれ出たかな。ちょっと思い出してきた。中島さんといえば月を背中に背負ってた気がする。襲われに行ってるようなもんやね。な、あれかな？悪い。あれ、ケータ？あ、タケ君。やっぱりケータか。お前こんなところで何してるん？俊介、脅かすなよ。別に脅かしてなんかないわ。それでお前どないしたんや？どないって、俊介こそどうしたんだよこんな時間に。
俺は学校行っとったんや。ちょっと野暮用でな。俊介くんもね、ちょっとプレイしたいね。救ってあげたいね。ジュースの缶なんか持って。そや、どうしてもこれが飲みとうなってな。うまいんやで、これ。ドリアンジュース。言っとくけどやらんで。校舎の自販機にしか入ってへん貴重品なんやからな。いらない。それでケータ、お前何しとったんや。ドリアンってね、食べたこともなければ見たこともない。俺はちょっと中島さんを探して。副会長、あの人やったらさっき見かけたで。え、本当？どこで。校舎の方や。生徒会室のある方。一回やったけど、なんや、校舎裏の方へ行こうとしてはったみたいやけど。校舎裏？こんな時間に。そや、何の用事とかは知らんけど。そういえば、なんや、変な感じやったな。連れもおったし。連れ？そや、前に王様に挑戦しとった柔道サンバが。なんや、険悪な感じやったわ。け、俊介、どうしてほっといたんだよ。おい、キュータ。ああ、行ってしもった。いや、めちゃくちゃ。あんな、ほっといたらええのに。強いんでしょ、中島さんは。なとくんなら。あれは。あ、ピクってなったよ。またブルブルしたよ。君たちに予算は出せない。生徒会の決定が不服か。だいたいこんなところで俺を捕まえてすごんで。簡単に予算が出せるようならば、どこの部も苦労はしないな。それに君たちは同好会扱いだろ。予算が欲しければまず部に昇格することだ。それが簡単にできりゃ苦労はしねえんだよ。だろうな。こんな柔道部でも3人しかいない。お前副会長だろ。ごちゃごちゃ言わずに俺たちの言う通りに動けばいいんだ。3人しかいなかったら、あの団体戦に出れなくない？そうだそうだ。だいたいこの学園に柔道部がないこと自体おかしいんだよ。うんうん。柔道はな、弓道みてえなカビくせえマイナー武道と違って、競技人口も多いメジャーなスポーツなんだよ。あら、なんかもう他を下げちゃダメって。他をね、下げて自分を上げたってね、人には響かないよ。それなのに弓道部にあんなご立派な道場があって、俺たち柔道部に専用の道場がないってのはどういうことなんだよ。だからよく言った副会長さんよ。この名門校にも柔道部の人集まった方が今後のためになるとは思わねえか。なんか時代劇感がすごいんだけど。少なくとも弓道部なんかよりはよっぽどオリンピックを目指せるぜ。何しろ弓道はオリンピックに競技さえないんだからな。弓道はね、女子がね好きなの、ああいうビジュアルがね。それは間違いだな。絵にした時映えるのよ。だから漫画ではよく出るのよ。確かに弓道はオリンピック競技ではないが、だからといってここに新しい道場を作ったところで出場できるとも思えない。肝心の部員に実力がなさすぎるからな。こいつめっちゃ強い転校生とか入れなきゃ無理だよね。てめえ、俺たちをバカにする気か。事実だろ。
それに君たちに専用の道場がないのは、君たちがあくまで同好会扱いだからであって、柔道部ではないからだ。君たちは弓道部を目の敵にしているようだが、あそこには全国2位の篠宮がいる。あいつは精進を重ねているからな。今年は1位だって狙えるだろう。てめえ。この柔道部の子たちはさ、この学校に何のあれで入ったんだろうね。それに対して君たちはどうだ。柔道の実績で認められて、あ、やっぱりあれなんだね、この学園に入学したのかもしれないが、それに溺れて鍛錬を怠った。あー、なるほどね。今では運動部でもない庭にさえ3人がかりでやられる始末じゃないか。もう3人しかいなかったのか。自分たちの実力のなさを予算がないせいだとごまかさずに、しっかり現実を見据えたらどうだ。こんなね、3人しかいなかった柔道の実績で来てもさ、こう練習が充実してなかったらさ、あれじゃないのかしら、強くなれないのかしら、強くなれないんじゃないのかしら。強いんでしょ。おお。どうしたら気に入られるんかがわからん。わからん。どうしたらいい？何しても中島さんはさ、煽ってきそうやん。イラッとした態度を見せそうやん。おまわりさんってパターンよね。大声を出すって喧嘩してますよっていう。わからん。大声出したいけどな。様子見たんじゃさ、そんなにさ、あれじゃん、動きがない。あのね、どうしても展開をね、動かす方にを取りたいんだよね、やっぱり。その方が面白くなるかなって思っちゃうから。でもゲームってそれが必ずしも正解とは限らない。だからねえ、悩んじゃうね。様子見ててもシーンが変わらないので、大声を出した方が展開が変わるかなって思っちゃうんだよね。どうしよう、大声出す？まあ、そこに愛がある方でやりたいので、大声出しとこか。そしたらもうケータ相変わらずなんかもう素直でアホやなって思いながらも、そういうのが好きやねん。実は純粋な子が好きだからキュンキュンしてしまうのかもしれないので、大声を出していこう。大きい声出していこう。せーの。あれすぐ言ってくれんかった。誰か、ほら、喧嘩だ。来てください。校舎裏で暴力事件が起きてます。どうする？お、ケータ可愛いことしてくれてるやんと思ってくれた。おい、行くぞ。覚えてるよ。待ってくださいよ。長原さんはあれなんかな、一番1年生とかなんかな、ちょっとペコペコしてるから。おい、あ、これであれかな。な、顔見られちゃったから。騒いでたのはお前か。お前、例の転校生だな。柔道部にスカウトしてみる？ケイタ君意外ともしかしたら強いかもしれない。それがどうしたって言うんだよ。だからなんだよ。可愛いからかな。お前たち逃げなくてもいいのか。こいつ、おい、もう行くぞ。お前も覚えて出た、悪い人の
覚えてる。さあな、ケータ君とかまだ若いから覚えてられるんかもしれへんな。私なんてもうなんかね、秒で忘れていくからね。このゲーム何回もやってんのにね。何やったっけって言ってると、多分ね、なんで覚えられへんのってね、きっとね、見てる人がいるとしたらね、そんな私に戦慄してるかもしれないですよね。覚えられへんね。はい、俺。怒る？今回は助けられたな。すごい、よかったよかった。ちょっと間違ってなかったわ。ちょっと実はあれな、胸ぐらつかまれつつ中島さんもやばいなとか思ってたんかなっていうと、でも思ったか、ハハハハって言うんかな、それとも中島さん、あ、ちょっと素直なのね、ちょっとそうハラハラすんのよこれね。大丈夫ですか？怪我とか。大丈夫だ、大したことじゃない。よかった。でも無茶ですよ、三人相手に取り囲まれている時にあんなことを言うなんて。こんな人目のないところで殴られたりしたらどうするつもりだったんですか？気にするな、よくあることだ。そんなあっさり言うようなことじゃ。って、あんなことよくあるんですか？ああ、部に昇格させてもらえない同好会が庭にかなわないからといって俺に圧力をかけてくる。なんかすごいな、ま、対処法は心得ているからな。そんな、柔道部以外の人たちからもあれなの、学園を歩いてたらエンカウントしてくる。中島さん、よく平然としていられますね。伊藤、またあれかな、こう代わりに怒ってあげることで人の心を動かしていく。そんな連中のさばらしてちゃダメじゃないですか。ファンで正論言ったらイラッとしはるで。中島さん、今までどんな連中がいたんですか、そいつら。落ち着け伊藤。中島さん、君には関係のないことだ。関係ないって、傷ついちゃうよ。それより今は自分のことが大事な時ではないのか。 MVP 戦はどうした、パートナーは見つかったのか。まだか。はい、俺中島さんにお願いしたいなって思って。俺に？はい、それで中島さんを探していたんですけど。そうか、俺は別に構わないぞ。え、いいんですか？ああ、構わない。ありがとうございます中島さん。あ、そんなことよりさっきの礼も兼ねて明日俺に付き合わないか。俺？さっき君が大声を出してくれたおかげで鬱陶しい連中が引いてくれたからな。お礼なんかパスなんかもう分からなくなってますよね。なっちゃいますよねこっちはね。なんかすんの、そんなこと言ってなんかするんちゃうのって思っちゃいますよね。はい、あ、でもケイタ君素直やから行きますってなってるよ。ウキウキもしてきてるよ。何ですか？いや、なんだろうね、なんか簡単すぎてつまんなくないのかな中島さんは。まあ、いいのか、警戒しないんだな。そうそう。この間俺がお前にしたことを忘れたわけではないんだろう。それは
なんだ。いやでも覚えてますよ。だいたいあんなこと忘れられるわけないじゃないですか。ならなぜ警戒しない。パートナー決めはお前にとっては大事なことだろう。そうですけど。それが分かっていながらどうしてよりにもよって俺を頼るんだ。しかも二人で出かけようと言われてあっさり OK する。いやじゃあなんで、なんで、なんで誘いはった？兄さんって感じなんですけど。何をどういうリアクションしてもさ自分ケチつけるやんって感じ、ね、俺と二人きりになってほらまた何かされるかもとは考えないのか。何かしようとしてたんですかやっぱりって思っちゃう。それはね、中島さんもねどうしたいねって感じやんか。なんかブツブツ言う。だからタイプなのよきっと。もう顔とかが、顔がもうメガネが、メガネがタイプ。あの真ん中で分けた髪の毛がタイプなんですよきっと。見た目がタイプ。理屈じゃないんでしょうきっと。それでね、なんかこう見た目がすごいドストライクすぎて、なんだろうな、ん？これちょっとこの人のこういうとこ、ん？ってなんねんけどって思うのやね。こうまあでも優しい時もあるし、優しい時もあるしって言いながら、ダメな方向に向かっていっちゃうパターンなのよ、これって。ほうほう。どうした？何でもありません。中島さんもねどう導きたいのかがあんまり見えないからこっちも翻弄されるんですよね。とにかく俺は今この学園に残ることだけで頭がいっぱいなんです。だからまあいい。あ、なんかしょんぶりした顔がかわいい。これ王様がさやらかした時困ったちゃんって顔する顔を使われている。それじゃあ明日の夜、あ、戻った6時に店の前でいいか。待ち合わせが夜やし、しかも駅前の大通りから東に3本目の通りを入ったところにビンヤードビルという建物がある。その前で一回聞いただけじゃ覚えられないです。一回聞いただけじゃスマホもない時代。ビンヤードビル、怪しげやな。わからないようなら一緒に行くか。あ、やっぱり一緒に行くのかな。いえ、一人で大丈夫です。そうか、それじゃ帰るぞ。君はまだここにいるか。そんな、俺だって帰りますよ。よし。中島さん、待ってください。あ、背中にぶつかった？何？いった。いきなり止まらないでください。また悪い人が出た？あ、何？頭くちゃってした？あ、ね。ね。一つ言っておく。さっき君が見たことは誰にも言うな。特に庭にはな。和樹さんに言うかもしれんよ。顔に出ちゃうし。王様に？わかったな、ケータ。あ、はい。キュンとしてるケータって呼んだから今まで伊藤だったのに。
おデートまで見れるかな。ビンヤードビル、ここだ。君、こんなところで何をしている？保護者の人は？まさか君一人か？補導されちゃうという証拠度が。あの、俺は。え？時間通りだな。いいことだ。あの、今のは。君があまり不安そうな顔をしていたからな、からかってみた。そういうのやめてください。悪かったな。それで今日はどこへ行くんですか？ここだ。店の前で待ち合わせだと言わなかったか？ここってビルですよね。この中のお店ですか？ここの地下1階だ。行くぞ。ね、ちょっと待ってくださいよ。ここ。なんか中島さんも趣味がおっさん臭いよね。どうした？あの、ここは向こうにステージがあるだろ。この店ではいいジャズを聴かせてくれるんだよ。あ、緊張してるのか？こういうところは初めてか？あ、はい。リラックスしろ。せっかくいい演奏が聴けるんだからな。まあ、しょうがないんだけど。しょうがないんだけど、なんかさ、誰かみんなさ、たまにはさ、ケイタくんの趣味にも合わせてほしいよね。あの、でもこういうゲームだから、あの相手キャラクターのね、好みでいろんなとこ行くんだけどさ。あー、これもまたあれかな、王様とこう嫉妬していく感じなのかしら。え、わかんない。これも、まあ、だいたい西園寺さんのパターンっていうか、あの七条さんのルートのパターンではさ、あんまりさ、西園寺さん西園寺さんって選んじゃうと西園寺さんとくっついちゃうので、まあ、こっちはそういうのなかった記憶なんですけど、こういう音楽は好きなんですか？かな、とりあえずそこに愛があるのなら、相手のことを知っていこうかな、王様よりね。中島さんはこういう音楽が好きなんですか？うん、ジャズか。ケイタはどうなんだ？出たよ、質問返し。答えてよ。わかりませんっていうしかないのかな。俺は素直にね、わかりませんって言わないと、サウンジさんの時みたいに怒られちゃうから、知ったかぶりをしちゃダメなのよ。聞こうと思って聞いたことはあまりないです。そうか。自分から聞く機会もなかったし、
それにジャズってなんとなく難しいようなとっつきにくいようなそんな感じがして。そうか、ジャズには数式や化学式も入っていたのか。皮肉。知らなかったな。皮肉。なんかこういうさ、なんか皮肉を。そうじゃなくて。冗談だ。ムキになるな。いや、私それ言われたら知らーってなるけどな。そうだな。入ってませんって言って、あの誰か、いや、それは入ってないって言って返しちゃいそう。うん、何何？例えば、そこに飾ってある有名なピアノトリオのアルバムは、あるジャズバーでのライブ録音なんだが、客が皆熱心にその演奏を聴いているわけじゃないんだ。どうしてそんなことがわかるんですか？その証拠に、普通に食事をしたり飲んだりしている音が入っている。つまりクラシックコンサートのようにかしこまって聞く必要はないってことだ。演奏の流れているこの空間の雰囲気を自由に楽しめばいいんだよ。そういやね、このねゲームもね、あ、そっか、運動部はナルセさんがテニスをやってるのか。なんかみんなこう文化系だなと思ったんだけど、篠宮さんの弓道はほら、あの、なんだろう、やっぱりあれって弓道も武道なの、武道じゃないの、わかんないけど、またちょっと違うからガチのスポーツ系いないかなと思ったらね、あのナルセさんがテニスだったね。今の俺たちみたいにな。そうなんですね。別に決まった聞き方があるわけじゃない。そう難しく考えるな。ご飯そう言ってもらえると気が楽です。ケイタ君結構食いしん坊さんだからね、出てきてるものバクバク食べといたら。そうそう。どうした、考え込んで退屈か。いや、学ぶ姿勢がケイタ君にあるからね。いえ、そんなことはありませんけど。そうか、何か聞きたいことがあったら答えるぞ。聞きたいことですか？遠慮せずに言ってみろ。聞きたいこと。なになに？どうして僕にあんなことをしたんですかっていうの？どうした？あの、別に聞きたいことでもないねんけどな。どっちも別にどうでもいいな。どうしよう。わかんないわ。あの中島さん2つあるってね言ってたじゃないですか、ルートが。そんでね、愛のある方のエンドを一応取りたいと思ってるんで、まあ、こういうの分かんないね。柔道同好会のこと聞いてみるか。あの、この間のことなんですけど。どうせあんまり教えてくれへんとは思うけど。中島さん校舎裏で絡まれてましたよね、柔道同好会の人たちに。ああ、あれか。ああいうことってよくあるんですか？そうだな。ああ、そんな顔をするな。長い間生徒会なんかをやっていると自然に敵はできるものだ。権力が大きい分、俺たちのやり方が気に入らないというやつはどうしても出てくるからな。でもこれは誰がやっても同じだ。庭のやり方は何かと派手だし、結構強引なこともするからな。その分俺は
裏で障害処理をすることも多い。今までずっとそうやってバランスを取ってきたんだ。その分、俺のことを気に入らないと思うやつも多いだろうな。そんな、中島さんはそれでいいんですか？何がだ？だってそれじゃあ、中島さんばかり憎まれ役じゃないですか。なんだ、そんなことか。なんだって。俺はいいんだよ、それで庭の人気が保てるなら。生徒会の運営が円滑になるからな。王様の、ここの生徒会もやっぱり選挙とかして、それで会長や副会長を決めるんですか？結局一緒かな。普通はそうだな。生徒会のことを聞いてもこうな気がする。普通は？俺たちの場合は違った。どう違ったんですか？俺と庭が1年の時だ。その時の生徒会と理事会の間に癒着があったんだ。癒着？このゴタゴタの時にサウンジさんたちが中学3年生で、七条さんが学校に入ろうとしてパソコンでハッキングして、それで和樹がやってきてっていうパターンになるのかな。 あの頃はまだ会計部も生徒会の一部で、学内の行事や部活動の予算に関しても生徒会が掌握していたんだ。その中で特定の部に偏った予算配分が行われたり、その理由も不明確なものがあったりした。そのことに庭は異議を申し立てたんだ。王様らしいですね。だろ。もっともあの頃は俺と庭は仲が悪くてな、お互い相手のことはよく思ってはいなかった。ね、そうだったんですか？ああ。ガサツで妙に慣れ慣れしくて、誰に対してもでかい態度で、明けっぴろげだしな。昭和のね、少年漫画の主人公みたい。でもそれって、王様のいいところじゃ。今では俺もそう思えるがな。とにかく、最初の印象は、お互いに最悪だったんだよ。だがあいつは俺に協力を求めてきた。生徒会の不正を暴くのに手を貸してくれってな。あれよね、あの漫画でいうとこの1巻の時の敵やね。で3巻で一つの山場が終わって、で人気がなかったらだいたいそのあたりで打ち切りになるっていうような感じの一巻の時の一番最初の敵で、で後半はあのあれだよね、あの仲良しになるので仲間になって、であの女子からの人気が一番高いっていうようなタイプのキャラクターで青色なんだよね。王様らしいですね。それが中島さんやね。そうだな。今なら確かにそう思うが、その時はまだあいつが本気でそんなことを言っているのか、俺は半信半疑だったからな。でアニメ化したらだいたいそれぐらいがあの12話ぐらいで収められるのかな、3巻までって。でも中島さんは手を貸したんですよね。面白そうだと思ったからな。面白いですか？上ででかい顔をしている奴らの不正を暴くんだ。面白いじゃないか。庭は審議会を開いて、当時の生徒会の不明確な予算配分について追及した。俺はそのための調査や根回しをする形で協力したんだ。結局その審議会で当時の生徒会長はリコールされた。そしてその後行われた再選挙で
庭は1年ながら圧倒的な支持を得て生徒会長に選ばれたんだ。そんなことがあったんですか。もっともあの時一緒に行動したことで、ね、俺はあいつを認める気になった。これが3巻の終わりやな。だがその時以来生徒会と理事会の関係は一気に悪化した。敬意が敬意だけに無理はないがな。でしょうね。会長就任が結構センセーショナルだったこともあって庭は今でも生徒の間では圧倒的に支持されているんだ。教師の中でも庭を信頼しているやつは多い。だからあいつが少々無茶なことをやっても学内での信頼は崩れないんだ。そうだったんですか。いろんなことがあったんですね。今の生徒会ができるまでにそんなことがあったなんて俺思ってもみませんでした。てっきり普通に選挙とかしてそれで役員が決まったんだって思っていたから。それに中島さんと王様の仲が悪かったっていうのもちょっと意外でした。でも中島さんも今では王様のことが好きなんですよね。俺が？だってそうでしょ、今は二人とも仲がいいんだし。ケイタ君、あんまりそういうことを言うとあの中島さんが王様に対する愛に目覚めてしまうからやめとき。うん、さてどうかな。ここはあれだね、七条様にハッてならない。え、どうかなって。あの中島さん、なんだ。俺何かおかしなことを言いましたでしょうか。君が？だって俺のことを笑うから。そう思った。君は本当に面白いやつだな。面白いやつだな。いただきました、いただきました。こんなんね、何本あってもいいですからねってやつやな。はあ、いやいやそんなことないよ。ケイタ君、胸ポケットの中に忍ばせときなさい。面白いやつだなっていう。主人公はね、それをもらうとね、あの恋愛スキルが上がりますから。面白いやつだな、今装備したからね。しかしケイタはそんなことを聞きたかったのか。君が生徒会のことに興味があったとは思わなかったが。別にそういうわけじゃないんですけど。聞くことなかったんやんな、気使ってんやんな。それじゃあなぜそんなことを聞いた。あんまり聞くことなかったんで絞り出したんですよ、大人やからな。中島さんのことが知りたかったのね。チラチラチラってこと。どうした。ケータ。いえ、ちょっと。ていうかもうなんかめっちゃケータ君ハマってるじゃん。あの中島さん。なんだ。今日は。どうして俺をここに誘ってくれたんですか。ああケータ、この間の続きがまだだったと思ってな。
ビビらされちゃうよ。この間の続き？この間、生徒会室でお仕置きをしてやっただろう。あの続きだ。中島さん。冗談だ。言うと思ってたよ。いろんなキャラからね、あの冗談だって言って聞かされてきたんでね。その顔が見たかったんだよ。か、顔って中島さん。冗談だと言っただろう。ムキになるな。それとも冗談じゃない方が良かったか。中島さん。悪かったな。実は君をここに連れてきたのは別にジャズを聴かせるためじゃない。それじゃあ今日の本当の目的はここじゃないんだ。え、それじゃあ他に。このすぐ近くになかなか面白い趣向の店がある。って言われるともう SM 系かしらって思ってしまうじゃないの。そこでは客も参加できる形のショーをしている。ほら、わざとそういう風にミスリードしてきてるよね。面白い趣向ショー。どんな内容か知りたいか。え、興味あるだろう。え、あの中島さん、俺そんなとこダメ、え、絶対ダメです。冗談でしょ。やはりな、ケイタは興味があるだろうと思っていた。ちょっと人の話聞いてるんですか。そろそろ行こう。あまり遅くなると篠宮がうるさいから。外泊届を出しておくべきだったな。え、中島さん、違う、俺そんなところに興味なんて。これでフェードアウトか。中島さん、これ覚えてないんだけど。あ、連れて行かれるんだやっぱり。でも SM ショップじゃないや、なんだあの辺じゃないの、あの辺じゃないの。え、違うの。なんかどこ行ってきたんって感じ。うん、あら、なんかどっか行ってきたけどどこか分かんなかった。発展場、発展場。なんか全然覚えてないな。 PC 版もあれじゃ、あんな感じだったのか。 PC 版はもうちょっとほら名称が出るとかさ、どういうとこ連れて行かれるとかあったのかな。全然覚えてないね。まあな、18年前やしな。よし、なんかね、ちょっと長くなっちゃった。いつもね、つい見たくてね、終わるにはちょっと早いかなと思って、見たら意外とそのイベントが長くてって感じで、ちょっとまた1時間超えてんじゃないかなと思いますが、今回はこの辺で、なんか、あれでしたね。本当にね、覚えてないもんだな。覚えてないな。多分ね、今これ PS2 でやってるんですけど、 PS2 でやってるゲームよりやっぱり PC の中の、しかも私一番古かった Mac に入ってたんでね、あんまりやり直してないんでしょうね。こうね、プレイをね、思い出したようにさ、ゲームだと、テレビの方のゲームだとなんか出てきたってなって思い出したようにねやったりとかしてたのが、パソコンの代替わりしちゃうとね、もうその Mac 結構長く置いてたんですけど、意外と1回2回やってプレイをしてなかったから全然覚えてないのかもしれないな。結構私ね、このゲームね影響を受けてると思うんですよ。だけど全然覚えてないんですよね。まあちょっと今回はこの辺で、
うん、次またね、今度は MVP 戦からになるのかな、やっていこうと思います。中島さんね、またなんかね、いろいろされた気がする。それではおやすみなさい。様でした。